えー、クリスチャンビジネスマン中村今日エピソード72です1月4日2018年午後10時半ぐらいです今実はねうん5分ちょっとこの日記で今日何を言おうかなって考えちゃって思い出したんですありのままを姿を撮ることが目的の日記は別にそんな考えなくていいとだからもうスタートをしてきちゃいました ウェルカムバック、皆さん、生きてますか今日は、えー、娘の大好きなポニーちゃんと撮っております。えー、今日はね、朝、えー、いつもやりたい、えーえー、朝、そうですね、3時半ぐらいからの仕事ができませんでした。なぜかというと、うちょっとね、ビジョンが足りなくて、二、えー、度寝しちゃいました。はい、で、えー、朝また、二、えー、度寝しちゃったところで起きて、 えーまあ、そのまま子供たちの世話をし出社し <laughs> で、えー、職場でまた、えー、お客様対応してで帰ってきましたで、えー、子供たちの寝かしたあと今ビジネスやってるパートナーであり友達が来てくれていろいろちょっとお話ができたのでそれはすげえよかったです、えーまあ、打ち合わせもしつつ、まあ、普通に、えー、雑談もしつつ、えー、すげえいい時間でした えっとね、で、それで今に至るわけなんですけど、うーん、そうですね、今日本当に何を、えー、言いたいのか、何を残したいのか、全く分かりません。まあ、何十年か後に自分が、えー、見る、えー、もしくは子供たちがこれを見るときに、今日について何を思い出してほしいかというと、 そうですねえー、下の子がですねなかなか寝なくてうん,なんかわーわー言ってますさっきもあのパートナーとあのその友達が来て話してるときも上でわーわー言って、えー、多分暇なんでしょうねあなたね目星見てたら、えー、暇で眠れないんでしょうね で、お姉ちゃんの方はまあちゃんと寝てるんですけどあなたがうるさいから彼女はこうあの何耳にかぶるやつしてなんとか寝てます別に音は遮らないんだろうけどまあちょっと気持ちが楽になるみたいで、ね、まあ仕方ないですね誰でも暇になって、えー、眠れないまあその寝るときのリズムがこう狂っちゃったりして で、眠れないときってありますよね、仕方なく。まあ、お母さんは今日面ご、面倒見てくれたので、えー、ちゃんと感謝してあげてください。他に、えー、そうですね、将来子供か僕が見てたら、<coughs> うーん、えっ、ー、と、そうですね、そうだ、えー、今日はね、<coughs> まあ、これからビジネスするかどうかわかりませんけど、えー、ある、ユダヤ人であり、クリスチャンの方、 知らない方はちなみにユダヤ人の方ってクリスチャン少ないんです。あのユダヤ系の方ってクリスチャン嫌いなので通常は。ええー。ナザレンのイエスはユダヤ人だったんですけどねまあそれだからユダヤ人はキリクリスチャンが嫌いなんですけどとにかくあのユダヤ系のクリスチャンの方でニューヨークの方で弁護士なんですけど、まあ、彼がちょっとビジネスのアイデアがあってその話を今日電話で、えー、結構して。えー あとで,、ね、で自分も、えー、帰宅する車の中でなんとかその内容をかみ砕こうとして考えてましたうーんまあ彼は、えー、そうです、ね、いろんなジョイ弁を、えー、専門にしててまあいろんな人たち、えー、をこうかき集めて一緒に何かをするっていう,うことが好きみたいでまあそういうオポチュニティでしたね、えー、まあもうちょっと考えてみますままあ、ま僕たまたま 今属している業界が、あのね、日中の仕事が保険業界なので、えー、保険業界の人間として、まあ集められるこう人たちもね、リソースがいっぱいあるもので、えー、まあそのノウハウとか、まあコネを活かして何かできるかなっていうところです。はい。まあいろんなところからね、やっぱりあの収入を得る形にしていきたいなと思って。 そんな一日でした。まあ本当にあのー、この表情からも分かるとおり特にすげえことがあったわけじゃないし特に悲しいことがあったわけでもないしあのー、まあ本当に普通の普通の普通の今日木曜日でした。明日は金曜日です、えー。そうですね。大体いい僕は会社ではですね、えー、月から木、うん、まあやることはやってでもちょっと怠けてまあ明日やればいいやって。あのー はい。Oh. 後押しにしてる、えー、もの幸ののせが金曜日に来て、多分明日は、えー、がっつり仕事をすることになるかと思います。仕事というのは、そのんー、雇われ先の仕事です。はい。自分の将来に向けての仕事ではなく、えー、そうですね。雇われてる会社の社長を裕福にするために私が明日働きたいと思います。OK。そんなところで、えー、僕とポニーちゃんから、えー、バイバイです。おやすみなさい。 出ます